誠意のね、まあ、言われるとか相手に、今の我々がどのぐらい自分たちのサッカーをできるかというところを、まあ、どんな試合ではありましたが、まあまあ、結論から言うと、やっぱりまだまだ最後のところ、まあ、崩しきる、まあ、力がまだ足りないというところと、まあ、そこの、まあ、崩しきる形がまだまだできてないというのが、まあ、正直なところで、まあ、セットプレーもちろんね、まあ、失点シーンはまあなんですけど、ね、やっぱりまあ我々の攻撃と比べるとやっぱりセットプレーの質だったり、まあ、蹴るボールの質だったりというところ の、 この質はやっぱり我々はまだまだ上げていかなければいけないかなというふうには感じております。まあ、アウェーの、ね、この地に、毎回ですけども、まあ、たくさんのファンの方、サポーターの方が我々の、まあ、勝利を願って、まあ、来てくれている中で、まあ、その期待に応えられなかったことは非常に、まあ、悔しく思います。まあ、そうは言っても我々は下を向いている暇はないので、また次に向かって前に、さらに我々のサッカーの完成度を上げていけるように、また努力していく。